どうも、アイチーです。今回はですね、ちょっと勉強の話ではないんですけども、SNS ですね。これに関する相談というか、まあ、相談か、トラブルに巻き込まれたケースとか、あとはまあ悩みですね、SNS を使った上での、まあ、その辺がよく来るんでね、ちょっと思ったことを話していこうと思います。で、伝えたいことは主に2つなんですけど、まず1個目がですね、これ前もちょっと話したかもしれないんですけど、SNS、まあ、多分ツイッターとかインスタがメインなのかな？他もちょっとわかんなくてごめんね。インスタもやったことないんでわかんないんだけど。まあ、ツイッターとかインスタとかその辺でね、使っていく中で、やっぱり共通の趣味の、まあ、趣味が合う方とか話が合う人って、まあ見つかるじゃないですか。まあ多少みんなもいると思うんですけど。でも、それはね、いいと思うの。で、自分は別にネット上会ったことがない、友人関係っていうのは別に成り立つと思ってる人間なので、まあそこは賛否いろいろあると思うんだけど。で、それはいいと思うの。いいと思うんだけど、信じるっていう、まあ、信頼するっていうハードルを下げちゃダメだよっていうのはすごく思っていて、あとは、オアシスじゃないんだよって、さ、気が合う人がいるって、まあ、癒されるじゃないですか。落ち着くし、居場所になるし、みたいな、オアシスみたいな感じになるんだけど、基本的にはネットは地雷原だからさ、地雷がいっぱい埋まってるの。すごい地雷がいっぱい埋まってる中にちょっとオアシスがあるみたいなイメージ。そう。だから、変に踏み込むと、地雷踏むよっていう。のはすごく思っててほしいの。自分の考えだよ、これはね。だから、やっぱりリアルでさ、まあ、学校とかのそのプライベートの方で、友人関係がまあうまくいってないとか、まあ、友達ができないとかね、いう状況になってると、どうしてもそっちに居場所を求めたくなるんだよね。自分がまあ中学の時いじめを受けてた時に、SNS なかったからさ、当時は別に何もしてなかったけど、もし、俺が中学の時に今この状況であの時に戻ったとしたら、まあ絶対やってるもん、俺。ツイッターとかで共通の趣味探してこうやってるみたいな。で、今まであったトラブルですごい印象に残ってるのは、そのね、まあ相談を受けた子が、まあ学校でまあいじめを受けててね、なかなかそう友達ができんと。で、まあ SNS でさ、こういろいろ結構、プロフィール欄で、なんとかが好きですみたいな、好きなものみたいないっぱい書くじゃないですか。そうすると、リプでさ、なんとか好きなんですか？私も好きなんです、仲良くしてくださいとか、たまにあると思うんですよ。で、仲良くなって。で、気が合うし、話も合うし、年も近いし、で、いろんなこと話しててって、で、学校だって嫌なこととか聞いてもらってたんですっていう話だったの。まあ、これよくあるケースだと思うんですよ。で、何がまずかったかっていうと、そのリプを送ってきた相手、これがですね、その子をいじめてる学校のやつだったんですよ。偽物よ、まあ、別人を装って近づいてきたの。知ってて。で、この子は、そのアカウントがなんかバレてしまって、その子は知ってしまって、で、その狙ってきたっていう、そう。で、その、学校であった愚痴とかも言っちゃってたから、まあ、その悪口とかも言うじゃん。その悪口っていうかさ、もうなんとかって子がいてさ、って、私はこういうことしていくんだけど、マジ嫌なんだけど、みたいな言ってたんだよね。で、それをここじゃ聞いてるから、別人の設定ね。で、学校でそれがバレて、で、ちょっとま、いろいろもごたごたなったとかね、そういうのもあったりしてさ。そう。で、あとは、ま、男女間だったらね、その、まあ、女の子ときに、まあ、ね、会ったことないネット上でま、付き合ってる方とかもいらっしゃると思うんですよ。で、別にそれを悪いとは思わないです。まあ、ちょっと古い人間なんで、会わないで付き合うってのはどうなのかなってちょっと思っちゃう人間。ごめんね。そういう方も申し訳ないけど、思っちゃう人間なんだけど。でも、まあまあ、それはまあ恋愛感情だからさ、好きになったらしゃあないかなとは思うわけ。ただ、特に女の子ね、その、相手が、男が例えば、じゃあちょっと下着の写真送ってよ、みたいな。って言ってきた時に、こっちは断れないわけですよ。まあ、嫌われたくないし、みたいな感情が出てしまうからね。で、送ってしまうと。そう。っていうケース。これトラブルになりやすいですよね。さっき信頼のさ、あんま信頼のハードルを下げちゃダメだって話をしましたけど、こう、本当にその相手、顔が会ったことない相手が、まあ、例えば顔写真送ってくれたりとか、学年とかさ、住所ここに住んでるとか教えてくれたんですって言ってくれるかもしんないけど、顔写真だって、住所だって、名前だって、学年だって全部下げれるわけよ。別に嘘つけるからね。実際あったらさ、嘘つけないけど。だから本当この人なんだってわかるけどさ、顔写真なんてネットでいくらでもヘロヒエと拾えるわけだし。そう。だから、そこのね、やっぱりそういうことはしちゃあかん。そこもそうだけど、信用のハードルを下げちゃいけないんよ。だから、まあ、さっきのちょっと二つは極端な例、まあ、極端なのかな？結構ある例だと思うんだけど。だけど、やっぱり、変に踏み込むと、嫌な思いはするの。地雷は踏みやすいんだよね。どこで地雷があるかもわかんない。例えば、ツイートで、ちょっとこのことをツイートしただけで、変に炎上するとか、まあ、炎上とか、まあ、ちっちゃいね、まあ、そのフォロワーとかも多くなければ、でも、嫌なリプがいっぱい飛んでくるみたいな。で、それで心が折れて、泣いてしまって、疲れてしまって、ツイッターやめるなんてこともあると思うんだよね。だから、いっぱい、変な人はいっぱいいるから、ネット上。そう。だから、オアシスというかさ、気が合う人を求める。それはもう悪くないんだよ。悪くないんだけど、
気をつけなっていう、誰でもかんでもいい人なんだみたいな。いや、多分変な人がいっぱいいるってみんな分かってんだけど、分かってんだけど、自分の仲良くしてくれる人は、この人は大丈夫な人みたいな、思っちゃうのが結構早いと思うので、そこは一個気をつけてほしい。で、もう一個は、結構さ、みんなが例えば勉強とかもそうなんだけど、勉強頑張れてない時とか、まあ、自分のプライベートがうまくいってない時もそう、の時に、他の人のさ、その、フォローしてる人、もうタイムラインじゃねえや、ツイートとか見るじゃないですか。で、まあなんかいいことがあったりとか頑張ってるなって時、例えば自分が頑張ってねえなって時に頑張ってる人いっぱいいるとさ、気持ちがなんか萎えません？萎えるというか、みんな頑張れてるのにやっぱ自分ダメじゃんみたいな、に落ちちゃうんですね。比べちゃうんですよね。だから、まあそれはさ、結構リアルで知ってる人、だからリアルの友達のツイートとかでも、あ、なんとか頑張ってるとかっていうふうに思うこともあると思うんだけど、あいつも頑張ってんだ、あの子も頑張ってんだ、今日あの子塾だって、え、あの子テストこんだけ上がったんだって、私なんだよダメじゃん、みたいなことになると思うんですけど、それをね、やめよう。これね、すごい思ってることなんです。いや、自分も思うんですよ。例えば YouTuber の人フォローしてたりするんで、自分がうまくいってない時とかがさ、他に、まあ、どうしてもエンタメの方とか伸びる人がガーンって伸びていくわけよ。どんどん伸びて、どんどん有名になってて、どんどんこう、なんか、すごい、わーってなっていくんだけど、自分だって地味なさ、微増だからさ、わーってならないんで、って思うことがたくさんあるわけ。でもさ、ネット上の情報だけで比べたってしゃあないわけよ。で、やっぱり、その、極端なんだけど、いや、極端なのかな。ネットのさ、ツイート、まあ、ツイッターでもね、例えると、ツイートしたときに、すごいいいことだけをツイートする、いいことっていうか、頑張ってる面だけをツイートする人っていると思うんだよね。で、そういう人は自慢したいっていうわけじゃなくって、どっちかというと、悩んでたり、辛いって頑張ってる面をあまり見せたくない人っているわけ。だから、成果としてこんだけ頑張ってます。まあ、自分をね、こう、鼓舞するためにもやってると思うんだけど、そういった面で言ってる人。だから、頑張ってるツイートがすごく目立つ、その人は。で、逆もそうで、どっちかというと悩んでる、ちょっともう病んでるみたいなツイートばっかりしちゃう人もいると思うんだよね。で、いや、どっち極端になったとしても、そこに引っ張られちゃダメだと思うの、みんなが。特に病んでるツイートっていうのは、みんなが病んでなくても、病んでるツイートっていうのは見てるうちに心が病んでいってしまうの。人っていうのは、下に引っ張る方が簡単なの。物もそうだよね。だって物があった時に下に引っ張るの簡単じゃん。上に持ち上げるって大変なんだよ。で、人のモチベーションとかもそうで、引っ張るの簡単なのね。みんなが影響されてないと思うかもしれないけど、影響されてんだって。引っ張られてるから。そう。だから、見るものを気をつけた方がいい。結構、なんかもう、なんか、ぼーっとしながら見てるかもしれないけど、ぼーっとしながら読んでるだけでも影響されてるからね。そう、見るものは選ばないと。そう。だから別にリムレとかそういうわけじゃなくてね。そう、ブロックするとかそういうわけじゃないんだけど、自分がその見てるものとかをちゃんと選ばないと。っていうのはすごく思ってる。だから、頑張ってるってやつも、その頑張ってる人、別に毎日毎日頑張って頑張って頑張って全てがうまくいってるってわけじゃないんだよね。その裏には見せてない努力とか涙をしてる部分もきっとあるわけよ。いっぱい。だから、自分だってそう、みんなが今うまくいってないかもしんないけど、1年間365日24時間全部うまくいってないわけじゃないと思うんだよね。うまくいってる瞬間もあるし、うまくいってない瞬間もあると。どこを切り取ってるかの問題だから。だから、その、ま、SNS を見るなっていうわけではなくって、その、例えば、こういうのを見て、頑張ろうって思うものだったらいいの。そういうものを選んでってほしいんだけど、ああ、なんかもう、嫌になってきちゃったとか、ああ、比べたらもうダメだとか、って思っちゃう。そのために SNS は使っちゃダメだって。ね。どうせ見るんだったら、自分がプラスになる。別にそれでさ、毎回頑張ろうって思わなくて構わないから、ちょっとでもプラスになれるものを選ぶようにしよう。選べるんだから、ツイートっていうのは。そう。っていうのを意識して使ってもらえたらなと思います。